はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー6ピクセルリマスター、今回もまあ仲間を集めに行きましょう。リルムがいるんで、とりあえずストラゴスのところへ行きますか。ヒューヒュー野郎を倒しに行こう。というわけで、セリス、まあ、リルム入れてマッシュにシャドウって言っても、まあ別に戦闘は確かしないはずなんで全然いいんだけど。で、狂信者の塔だっけ、あの真ん中ら辺にあるところ、ここへ行きます。で、入ってストラゴスがいる。 GG、 シャキット戦か。これストラゴス抜けて周りの人たちどう思ってんのかな。抜けることは許されんみたいな。わしはてっきり先に行くわけない。また行きましょう、みんなと一緒に。青魔法全然覚えてないけど、てかあいつの上に乗っかったぞ。一人抜けてる、いいのか、入れる。私が加わろう、3列に分断しよう。何も話せないんだよね。一応こいつらに何か話聞く。ゲッ、いらない。ケフカの狂信者の塔、最上階にお宝がある。この塔じゃ魔法しか使えない。あいつらに話しかけても無駄。ケフカに魂を売った連中、毎日ケフカに祈りを捧げている。あ、そうなんだ。だから別にストラゴスが抜けたとしてもこいつらには分からないってことか。ではではでは、いい加減ロックも仲間にしに行きましょう。ロックがいるところはここ。どうやってロックが入ったのかは分からない。乗り込もう。パーティーをさ2つ作るっていうのが発想がすごいよね。乗り込む前にどういうダンジョンかも分かんないのに。右固めて左はモグオンリー。別にボスとかいなかった気がするから、あの八竜がいるんで、八竜の方は右パーティーだよね。右とか左とかここで決めるんだっけ。とりあえずモグはもうモルルのお守りさえ装備すれば敵が出ないんで。あ、なるほど、こういうそういうことか。どれだ、パーティーの切り替えがわからん。これか。乗って、でモグは左に行かせる。ひどい、いた、ケツが、ケツがいて、結構なんかあれだな、複雑だな。え、宝箱欲しかったのにな。まあ、いっか。え、ちょっと待って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 、いけねえやんけ、ここじゃ。あ、これ無理やりいけんじゃん、死ぬの俺。1で、あそこ落ちるでしょ、結局落ちるか。もう一回もはやケツに刺さろうがなんともない。で、ここ。これだけか。ウィークエッジってなんだ。ああ、なるほど。ロックの武器ね。で、そこからだからこういってこういってこういって。結局上に出るしかないじゃん。え？早速右に行けねえんだけど。あ、で、こっから左から行くってこと？ちげえよな、これ乗ってなきゃいけねえし。だ、多分ここに乗れば右パーティーが行けるから、あそこを目指そう。機関もはや無敵だ。あ、ここか。で、こっちはちょっと敵が出るんで普通に。で、どうしよう、
もうなるべくだったら速攻で倒したいんで、バイオは効きそうだな。で、真空波で行って、ヒナーもラッキーでいいんじゃないか。クエイク、でも飛んでないこいつら。飛んでんだか飛んでねえんだかの判定がわかんねえ。ちょっと一回、飛ばそう。飛ばそうって。宙にね。バイオでいくと当たる。ガー、回復させる。ひどい。グラディガが異常なんだけど。効かねえ、あいつ。ネクロマンサー。え、これ何？めっちゃ反撃食らってんな。ファイラーやばい。いけ、真空波。サンダーが効くか。効くな。これやっぱクエイクにしよう。マッシュがキャルダで回復で、デビテと唱えて OK、 あとクエイクでいこう。ここ一回カチャってやって、でそこから行けて、で突破して宝箱取ろう。で魔法でクイック効く？ちょっとこれを試そう。いかがでしょうか、クイック。怪我で飛んでんのか。じゃあファイガー。ゾンビスティックってない。ゾンビの、すぐゾンビになんだこいつら。あいつは効くな。クイック効かないとなるとちょっとめんどくせえな。何が効くんだ、プリザラ。これダメそう。ゲッ、全然効かない。こっちの魔法が効かねえな、あんまり。サンダラは？なんか、いまいち。弱点はなさそうだな。一回、ライブラとかで弱点見る？で、聖水で。あ、一応ちょっと回復するんだ。空っぽ、火で、なんもね。ロックがパクったんだな。あ、なんかそんな感じだった気がする。なんか今まで取ったお宝あげるよみたいな。こいつがめんどくせんだよ、こいつが。とりあえずじゃあファイガーにして、真空波の、ファイガーな。で、雷神でも投げとくか。まあ、ファイガーはだいぶダメージ当たったな、やっぱり。よし、これでいこう。魔法習得ポイントは3。ビスマルクはマスターしてるけど、空っぽ。で、ロックは一人でどうやって来たんだ、これ。一回ここに降りて、ゲッで、こっちをピョンピョンピョンというの、セリさん見てんのか。あ、飛んでってんなみたいな。え、ちょっと待って待って待って、外に出ますか。いいえ、で、あっちへ行けるようになったのか。もうちょいな、火力出てくれればいいんだけど。ちょ、待って待って待って、ファイガー隣散ったよ。超めんどくせえ。クエイクにこれ3300回復しすぎだろ。触手じゃあ何、ブリザラ。オッケーオッケー、いいね。こんな手裏剣いっぱい買ったようですけど、投げよう。強ですけど、覚えた。ていうのは何だっけ、そもそも。え、だってバリガルマンだって。え、
なんでデスペル覚えたの？魔法レベルで魔法覚えるから、レベルで魔法覚えたのかな、ちょっとわからん。エースな、自分で直そう。シーフラワー、これはもうクエイクだな。真空ハッククエイクでいこう。いいね、やっぱクエイク火力は高いな。基本宝箱入ってねえんだけど。でこっち行けるようになったのか。なるほど、それで今度はまた向こうを。はいはいはい、後ろのやつが全然ダメージ通らないな。その分ヒットポイントも低いんだろうけど、いや全然強えわ。シャドウも普通に強えんだけど。魔法習得値6とかめちゃくちゃ美味しい。んでこっちかな。でここをガチャッとやって切り替えて、あの宝箱欲しいな。でガチャッとやって、てかさ、針だったらさ、ちょっと待って、正直ダメージ気にしなくてよくないか。どうせ針でしょこれ、ただの。ひどい、ロックも、ロックの罠なんだけど。で針はもう強引に行ってもよくないか。いやまあめんどくさいからちゃんとやっていくけどね。で下まで行って、これ行けんな、向こうまで。で、はいはいと。はい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 。どっちだこれ。はい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 。ジャンプしてるときは敵は出ない。あ、サイドアタックだ。あ、そうか。ヒットポイントが低いからか。よし、全部覚えた。変えよう。あとはラクシュミって誰？成立か。それ必要だよね。いいやつからガンガンやっていくか。じゃあフェンリルってなんだっけ。デジョンとストップか。まあマジックパワー30だし、やっとこう。で、ガチャ。さあ、こっち行って。で、ただ先へ進めないから。あ。溶岩も引くんだ。溶岩引くってすごくない？これで入れ替えよう。セーブポイントはいいや。これだとどうなる？ガチャ。え、なんだ。一瞬にしてモグの出番が終わった。で、ちょっと待って、こいつらはクエイクが効かねえから。ま、上二人は倒せるか。多分。あいつ飛んでそうだな、左上のやつ。みんな誰も効かねえわ。グラビデ系が本当やっか。ティナのマジックパワーが凄まじいことになってる。真空拝見。なんか投げよう、スイートン。こいつでもグラビデとかグラビデとかしかやってこないんだけど。ゲなくてきた、死んだ。消え、6500。よみがえらせよう。ちょっと待って、フェニックスの方で行って、ティナのマジックパワーがもう50しかない。どっちかっていうとこっち側にセーブポイントが欲しかったな。あ、ドラゴンがいる。ちょっとマジックパワー不足だな。エーテルタブ使うか。これでいこう。レッドドラゴン。で、
ある。ライブラで見たかったけど、ライブラで見たかったけど、なんとなくブリザラに弱そうだよね。てかこいつは無限取ると一番安定。スイトンとかどうでしょうか。一応ライブラかけろ。お水4000か、かなり通るな。インターセプター、ここでもトランスかけよう。はいはい、水、氷、ファイヤーボール。ファイヤーボールさえ防げんの、すごっ。でブリザーが、でこいつもブリザーが、攻撃が強いな。で一回ケアルダで回避とこう。9999ケアルダ9300、やはりトランスの方が強いか。シャドウの魔法の唱え方いいな。やっぱ10、雨の村雲、あと6匹結構いっぱいいる。アヒリュウの角、こんなところにあったんだ。こいつはまためんどくせえグループだな。ファイガーで真空波からのファイガー投げる波動、クラフィティもすぐ効くな。クソだ、上2人が回復しちゃうんだ。死ぬ死ぬ死ぬ、フリザが。崖もちょっと減りが半端ない。50減るからな。スイトン、デジョン、ん？これどこだ？ガチャ、え？どれだこれ？ちょっと待って、謎すぎる、謎すぎるから、ちょっとこれにしとこう。でこっち行けねえし、左に行って、あでここ通ってこの宝箱回収しよう。リボン、やった、貴重なものを手に入れた。でこれでピョンピョンピョンと来て合流してガチャとやってガチャ、くっ最後に出てきた真空波。でこいつは何が効く、ファイバー、シャムリュー、シャムシールか。これもなんか半分だな、グラビテと変わらん、やってることが。どれが弱点だか分かんねえや。水筒は普通に効く。何、まだ生きてるかこいつら、やるな、羽ばたく。ワイルドファンク効かねえ。インターセプター飛んでる敵にまでにはいけないのか。デビルアップ好きなマジックパワーがない。ガチャシェリスが行こう。ていうかさ、モグが行った方が敵出ないからよかったんじゃないって思うんですけれども、いやレベル上げが必要だ。ちゃんと戦っていこう。最後のブリザが3だが、
スイート。まあ、この間で倒せるでしょ。お前どうやって来て、どうやって出ていくつもりだったんだ、ロック。まあ、テレポストーンがあれば出れるのは出れるのか。魂を蘇らせる伝説の秘宝。なんで宝箱に入ってんの。魔石。はるか昔、フェニックスは自らを石に変えたという伝説がある。ひびが入っている。奇跡の力を起こすことはできないかもしれない。ロック、レイチェルを。レイチェルを守ってやれなかった。真実をなくしてしまった。取り戻すまで俺にとって本当のことは何もない。行くのか、降臨源まで。降臨源の村。こいつもよく生きてたよな。これ魔石をどうしてんの？魔石を持たせてんの？ひびが入っていちゃ魂を蘇らすことはできない。残念。魔石が砕けた。ロック。お話ししたかった。フェニックスが最後の力で少しだけ時間をくれた。すぐに行かなければならない。フェニックスいいやつだな。幸せだった。もう行かなきゃいけない。鎖を断ち切ってください。寂しい。なんかさ、ちょっと血みたいでえぐくない？別れは済んだ。レイチェルが俺の心に光をくれた。どうした？エクスポーション、フェニックスのエーテルスーパー、エリクサー、フレームシールド、バリアントナイフ。フェニックスの洞窟のお宝。バリアントナイフだけ若干気になるかね。2人しかいね。ヒットポイントが少ないほど威力を増すナイフは。使うとファイガーを発動して壊れるとか。壊れちゃうの。で、ロックが仲間になったんで、ちょっとナルシェの開いてなかった扉に行きましょう。で、そうすると誰がいいんだ。ちょっと魔法的にちょっとセビスとキナは入れておきたくて、でロックと、じゃあマッシュだな。でティナにせっかくだからフェニックスをつけてあげよう。
転生の方のアレイズ、リレイズ、ケアルか。いいね。これ、セルスにも覚えさせたい。ちょっとまたサボテンダー上がりでもするか、そうすると。で、ちょっと。ここじゃなくて、ナッシュどこだ？ここドマージョン。ドマージョンも行かないとね。ここ違う。世界崩壊して場所がわかんないんだけど、ここか。ナッシュここ敵出るか？ 1 しかないです。ヒットポイント。てか、ロック何装備してる？素手だよ。殴り出しそう。殴ってきた。275。てかロック、あと何も装備してないよね。じゃあどうしますか。バリガルマンだかな。フェンディル、ケツァリ、バリガルマンだな。基本の魔法を覚えさせておこう。アルテマウェボン、ウィングエッジ。ちょっととりあえずアクセサリーはいいや。別に戦闘をしに来たわけではないので。ロケパチとか弱いな。マッシュ力に。あれ鍵がかかってんのって。他にも武器屋さんとかも鍵かかってたよね。そういえばまあ、まずここから行こう。空っぽ。あれ、ここってもうこれだけだっけ。何も入ってない。まあいいか。真空波でここ倒そう。ケアルガ、よし。ケアルガ覚えた。ちょっと普通にフェニックスをつけたかったけどしょうがない。じゃあなんとなくケツァリンする。ヘイスガがあるし。切ってしまって。ここでしょ。でここも行けるか。あとどこだ。道具屋は。開けよう。何もない。誰が鍵をかけて去っていったんだ。あとここ。何もない。武器屋。レベルアップ。うわ、何もわからん。何もわからんというか、魔石的に。で、この中。いたいた、おっちゃん。なんかないかな。お前さんたちを待っていた。これ渡そうと思っていた。武器屋をやって70年。この石から不思議な力を感じる。この石を削り、剣を作れば素晴らしいものになる。石を剣に変えてみないかね。そうだな。剣ラグナロクにしてもらおう。よろしく頼む。わしはここに残るナッシュのためという感じで、ラグナロクを手に入れました。マジックパワー消費してクリティカルを出す。じゃなんとなく。おお、すごい上がりがつき。攻撃力255とか強え。あれってチヌラルサ盾ってどこにあるんだっけ。ちょっとそれも欲しいんだよね。せっかくだから。
ちょっと確認しよう。一回初心者の館で休む。どうせだったらラグナルクの威力を試したいけど、ロック攻撃できるか。行け1900。なんかあんまり思ってたより強くないな。3000くらいいくかなって思ったけど、ちょっと回復してちょっと血塗られた盾の場所を調べます。ここらしいです。でない、寝ている。これを血塗られた盾、もし呪いが解ければ最強の盾となる。なんでお前そんなもん持ってんの。その呪われた盾ゆえに弱点属性全部7777。どうしよう、誰かに装備させよう。ちょっと待って、後で考えよう。はい、というところでロックも仲間になりましたので、まあ、あとは魔石とかを回収しつつ戦力を整えていきたいと思います。今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。